フォーミダブル級フリゲートは、シンガポール海軍が運用するフリゲートの艦級、トライデント級とも称される。フランス海軍のラファイエット級フリゲートの派生型であり、原型艦譲りの優れたステルス性を備えたステルス艦である。またこれに加えて、新型のヘラクレス多機能レーダーを中核とした、防空システム、A、コーソナーと c ホーク昇格ヘリコプターによる、 対戦線システムを備えており、他任務に対応できるようになっている。計画名は NGVP であり、当初計画では1997年から1998年にかけて戦闘級ミサイルコルベット8隻が発注されることになっていた。しかし、各種の新技術を導入する要請から、間もなく艦はフリゲート級にまで拡大され、これに伴い計画は遅延した。 2000年3月3日、設計及びネームシップの建造がフランス DCN 社に発注され、2002年11月14日より建造が開始された。本級はステルス性を向上させるため、偽装の艦内収容を徹底している。魚雷発射管や搭載艇は、もちろんのこと、怒りや軽流装置などもできるだけ艦内に収容し、開口部にもレーダー波を吸収する多いが、 かぶせられている。船体も V 字型の傾斜がかけられ、上構えは逆 V 字型の傾斜がかけられた一体構造で、レーダー波を反射しにくいように設計されている。その一方、主機関としては、原型艦と同様に、コダド方式を採用しており、マトゥー 20V8000M90 ディーゼルエンジン4機で、二軸の推進機を駆動する。ディーゼル推進は、一般的に、ガスタービン推進よりも、 煙突を小型化できる一方で、放射雑音が多く、音響ステルス性には劣るとされている。本級の戦闘システムの中核となるのが、環境構造物上の前、帆柱長部に設置された、タレス射性ヘラクレス多機能レーダーである。これは、S バンドで動作するフェーズドアレイレーダーで、ピラミッド型のレドーム内に一面のレーダーアンテナを、収容して、毎分60回転することで、 全周360度を捜索する。対空目標の捜索距離は 250km、同時に400個以上の目標を追尾することができる。また、アスター艦隊空ミサイルシステムと完全に統合されており、その射撃式も担当する。本級は、シルバー A50 型 VLS とシルバー A43 型 VLS を16セルずつ搭載しており、 ここに合計で32発のアスター艦隊空ミサイルを収容する。シルバー A43 型はアスター艦隊空ミサイルを収容できるものとしては最も小型のモデルであり、単射程のアスター15のみを収容する。これはアメリカの SM におおむね相当するもので、股間防空及び両艦防空に使用できる。一方、シルバー A50 はそこが深く、 より大型のブースターを装備して射程が長いアスター30の運用に対応する。原型艦はソナー及び対戦兵装を持たなかったことから、その設計を踏襲した本型でも艦隊装備ソナーは採用されていない。その代わりに、江戸社製のモデル980アラフッツ栄光ソナーが装備されている。これは、アン、SQS-35 の栄光体を流用した。 アクティブパッシブ両用の VDS タスで、その名の通り、1.1kHz ないし 1.7kHz という超低周波帯に対応できる。音源音圧は 220dB である。栄光ケーブルは、基本的には 200m 超で、また栄光帯の後方にはさらに 100m のケーブルによって、長さ 60m の超音アレイが栄光されている。 対戦兵器としては A244S 単魚雷用の B515、3連装魚雷発射艦を2機、ミズン直前の両弦に搭載しているが、ステルス性保持のため、必死用時はシャッター内に格納されている。また S-70 b 紹介ヘリコプターを1機、搭載している。1番艦は、フランスの DCN ロリアン工廠で建造されたが、2番艦以降は、 シンガポール SB& マリン社によって国産化されている。ありがとうございます。